おはようございます。入社して1ヶ月目の時に1個すごい成果を残して、頼んだらしっかりやってくれるっていう信頼があるので、社会人になってもそういう経験をできるのはこの会社なんじゃないかなっていうふうに思って入った。おはようございます。ごめん、ちょっともう一回失礼しよう。採用人事1年目の小原篠ゆずきです。早稲田大学の文化構想学部を卒業して、今年の春に新卒として栽培エージェントに入社いたしました。今は3ヶ月目なんですけど、毎日頑張ってます。ちなみに今日の1日のスケジュールの流れを教えてもらってもいいですか？午前中はミーティングとかしたり、自分の作業をしたりしてて、午後からは内定者が企画してくれてる採用イベントがあるので、はい、そちらの方に準備をしたりだとか、実際に私も登壇させてもらったりするっていう一日の流れになってます。今からはミーティングですか？ミーティングとはちょっと違って、はい、採用チームは結構学生さんの個人情報を取り扱うことが多いので、はい、個人情報に関する研修みたいなものを今からリモートボックスに入ってズームで受けます。いってらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。行ってきます。採用チームのみんなは委員会っていうものに所属してるんですけど、で私と田内さんは関係性強化委員会っていうのに所属していて、そのミーティングを今からするっていう感じで、ね、今ちょっと恥ずかしいのが、俺この間出させていただいた時と同じ服着てるわ。すごい。よし、こういう感じ。まあ縦いいじゃん。え、いいですね。新しい、なんか名刺みたいな感じで、はい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 、やったらいいのかなと思って何個か持ってきたっていう感じなんですけど、このデザインはな、今月はわらしがおしゃれに作って、来月からは誰かデザイナーさんに。そのツールわらしで使える？これは使えます。うわ、さすが。絶対にさ、入れたいっていう要素さ、何だったっけ？顔写真、うん、名前、入社年次とか所属。そうだよね。とりあえずこのフォーマットは私が担当するっていう。そう、バシナさん入ってこられて、はい、結構関わりも多いかなって見させていただいたんですけど、はい、どんな方なんですか？どんな新入社員ポジなんですか？広報だよね。広報の自分ではこう、いや責任者なんて言うんですけど、責任者としていて、力外部に出ていく、まあ、メディアのページだったりとか、そういうところはもう全部わらしに確認をして、わらしが内容的に OK だと思ったら出してもらうっていうような形で。まだ3ヶ月目ですよね。入社して1ヶ月目の時に1個すごい成果を残して、でもそこでチーム的に頼んだらしっかりやってくれるっていう信頼があるので、今ちゃんと任せている。その最初からいきなりそんな入社をやってくださいってわけではなくて、まだ入社から3ヶ月で短いですけど、ちゃんとその中でやるべきことをやって、そこで信頼を得て今やっていただいてるって感じです。人事に配属されてからは大きく分けて2つのお仕事させていただいてて、1つ目が広報なんですけど、採用サイト全体の管理者、責任者として記事を自分でリリースしたりとか、リリースする予定のものをチェックして OK を出すみたいな作業をしてたり、広報っていう文面で SNS の方とかも任せてもらってて、インスタとか Twitter とかの運用だったりとか、今後は YouTube も動いていかなきゃなと思ってるところですね。で、2つ目がフロントのお仕事なんですけど、最近私も学生さんとの選考に参加していて、面接をしたりだとか、半日かけた選考の運営とか、今はその夏にインターンが行われるので、その設計に向けて動いたりしてます。なんで選んだかは2個あったんですけど、1個目は人の心を動かして、めっちゃざっくりなんだけど、人の人生を豊かにしたいなっていう思いがあって、そうなった時にサイバーはめっちゃ成長産業でいろんな事業やってて、さらにそのインターネット業界みたいなものを牽引してるから、そこでなら確実に私はやりたいことができるなっていう風に思って、あともう一つはカルチャーが本当にいいなって思って、ミッションステートメントの中にもチームサイバー
イバーエージェントの意識を忘れないっていう言葉があって、それを見た時にサークルとかチームで動くみたいなことが多くて、一人じゃできないことをみんなでやるっていうところが楽しいなっていう経験をたくさんしてきたから、社会人になってもそういう経験をできるのはこの会社なんじゃないかなっていうふうに思って入ったっていう感じだったね。面接みたいな。面接マジで。めちゃくちゃ大学時代が楽しくて、社会人になってこれを超えることはもう絶対ないなって結構諦めてたんだけど、うん、この会社とかを見てて、ここだったら今以上の楽しさが経験できるかもっていう風に思ったことがめっちゃ大きかった。上松好美と申します。株式会社アジャというサイバーエージェントの子会社に属しております。マブです。大学の同期なんだよね。うん、サークルがずっと一緒で、大学4年間仲良くて、就活の時期になった時に結構早期で内定を持ってたんだけど、お前に会う会社があるぞ紹介を受けて、リファラルっていう形で、説から入って好みに紹介してもらって入りました。飾らないし、飾れないから、ね、飾れない飾れない嘘つけないし、なんか全部楽しく捉える天才だから、あとね、めっちゃ共感してくれるからなんか私が恋愛とかね悩んで全部話すんだけど一緒に泣いてくれるそうそうそう、何でも話したくなるしねっていうのは全部でめっちゃ向いてると思う。思いたくなるってね、就活時代企業を見るときにめっちゃ大事にしてたから、そこの面はめちゃくちゃ向いてると思う。ブロッコリーのペペロンチーノ一番好きなの。マリで美味しかった。本当に美味しい、やばい、どんどん映えなくなっちゃう。ごちそうさま動画、せーの、ごちそうさまでしたあれちょっと撮りたい。お疲れ様です。こんな感じでサラダはします。野菜をたくさん取れます。同期のエチコで内定者のゆっちゃんです。内定者です今日一緒にイベントをするので、今日からは一緒に頑張ります。頑張りますね。お願いします。この後、ゆっちゃんが企画してくれたイベントの本番があるので、そんな最後の釣り合わせをしようと思います。このさ、自己分析ワークとか、例えば1回20分で切ってみるけど、その様子を見て、はい、全然終わってない人が多いかもしれないじゃん、わりかしこう早めに終わる可能性が大なので、ちょっとまあせっかく対面のイベントですし、巻き込み意識しながらやっていこうかなと思ってます。お願いします。 OK、 ここで。ドキドキですか？めっちゃドキドキしてます頑張りましょうありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃお仕事忙しいですか？忙しいなって感じる時もあるんですけど、忙しすぎてプライベートないみたいなことは本当にない、ないなって思いますね。仕事終わりとかどんな過ごし方？仕事終わりは今は結構インターンとかの選定が始まってたりして、そこで結構巻き込ませていただいてる社員の方がいるので、その方たちと仲良くなろうの会を開いて飲みに行ったりとか、あと普通にプライベートでお友達と飲みに行ったりみたいなこともあったりします。じゃあ平日でも夜そんなん行ける余裕？全然それは行けますね土日はどうですか？土日は私はもともと結構学生時代から友達と過ごすことがめっちゃ好きなんですけど、社会人になってからは平日お仕事するときに自分が頑張れるように、土日は絶対無駄にせずに遊ぼうみたいなのがあって、メリハリは大事にしてるので、土日も結構プライベートで遊びに行ったりとか、同期のみんなとゴールデンウィークはドライブ行ったりとか、みんなで集まって飲んだりもしてますし、昨日とかはサークルの人たちと集まってバーベキューして、この間採用チームで運動会をしたんですよ、それもめちゃくちゃ楽しくて、チームのみんなでもそういう会をしたりとか、結構アクティブで楽しんでる社員が多いなって思いますゆっちゃん、スライドをやってえ大丈夫大丈夫ですそれ絶対あるエレベーター使用許可取ってきたことある人、業務用エレベーターの使用許可ないです。はい、よし、1階に行って業務エレベーター使わせてくださいって言って、そのパスを持ってこれたら2枚取りたい。
あ、じゃあ一人ずつ。そう、一人ずつ。すんごいかっこいいプロジェクトやってる感じ。いや、僕もいつか密着お願いしたいと思います。前日の夜からお願いします。あ、え、はい、え、どこでも行きますよ。すみなさい、ずっと行きます。横浜さ、避けてくれた。OK、ちょっと結構さ、取り付け指摘することがあります。今、向こうにいて、じゃあ8番のテーブルにお願いします。本日司会進行をさせていただく私の自己紹介からさせていただきます。今チーム内で生きる自分の強みを見つけていくというふうにお話しします。皆さん、グループディスカッションお疲れ様でした。成功の経験を積んでいただいて、このお題はこの方だからこういうふうに解けばいいんだなっていうのを瞬時に判断できるぐらい経験を積んでいただけるとすごくいいかなと思っております。こういうふうに点数化して考えることによって、どっちがありなしなのかっていうのをやみくもに考えるよりも、皆さんの中でもすごい納得感を持って決断することができますし、こちらをぜひ大事にしながら次の選考にも進んでいただければなと思っております。はい、これで以上になります。ありがとうございました。ということでですね、じゃあ最後の 今まで最後のワークになりましたので、終わりましたね、無事。あ、え、それやっぱ怪しいかも。 A は、あの椅子はいら多分後ろにあるんで、次使う方たちが入れると思う、なんで大丈夫です。え、気まずい、そんな2人が並べてたら。え、いいですか、どこでするの。え、いいですか、全然いいよ。私のトレーナーさせていただいてる松村と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。後輩としてのゆずちゃんってどんな風に映ってるのかなっていうのをお聞きしたいです。はい、今日密着していただいて分かったと思うんですけど、はい、本当に丁寧でめちゃくちゃ真面目で、はい、人当たりが良くって、はい、とても仕事ができる新卒とは思えないトレーニーちゃんです。チームにとってすごい太陽みたいに明るくて元気で、はい、あの組織を活発にしてくれるすごく素敵な新卒だなと思ってます。じゃあちょっと今いい感じのあれだったじゃないですか、はい、こんなとこもあるよみたいな。え、こんなところもある。実はちょっとちょこちょいなところがあって、あ、忘れてました、てへみたいな。あ、かわいい。そのてへペロ力もすごくかわいいし、ゆずの強みだなと思ってます。ありがとうございます。実はしっかり録画をさせていただいて、これで頑張れます、私は。今日のイベントのためにゆっちゃんと一緒に考えてきたので、無事に終われて本当に良かったなっていう思いがありつつ、今日の反省はしっかり生かして、これからもイベントの企画や運営頑張っていきたいなと思った一日でした。今後の目標やビジョンはありますか。新卒なので、まだまだ先のことはあんまり見えてなくて、目の前のことで精一杯っていうのがリアルなところではあるんですけど、ざっくりと思ってるのは、広報の責任者だったりとか、イベントの企画をやらせてもらってるので、自分でしかできないことっていうのをこれからも探してやりつつ、人事といえば私のだよねっていう風に言ってもらえるような人事になりたいなと思ってます。確かに。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。みんなで今日のイベントの打ち上げに行ってきます。行ってらっしゃい。ありがとうございました。一日ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。